よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハゲたまた。すごい近況報告か。近況報告か。これ撮っとくじゃないですか。はい。1週間以内に使わなくても、はい、いつ使っても、はい、どうせハゲてんだろうなって思ってそんなすごいですね。でも進行してるのが見えないですけど、うるせえよ。え、何目が踊ってんの。いや、踊ってないです。踊ってない。本当進行してるのが見えないですけど、ね、見えないですか、はい、最初からずっとハゲだってこと、ね、いや、でも8年前の動画見ると、うん、結構モサッとして、ね、結構モサッとしてね。モサッとして今は今は結構つるっと今つるっとね。つるでーす。チャラでーす。つるですって何ですか。似てる。つるです。チャラです。あ、まあ、ちょっと似てますけど。ちょっと似てますね。つるって、つるって何ですか。なんか、ほら、見るとつる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 してるじゃないですか。ありがとうございます。今回よろしくお願いします、うん、よろしくお願いします。じゃあ今回はですね、はい、こちら、はい、持ってまいりました。あ、レゴスティーニ楽しみ。39号でございます。もう39号まで行ったんですか。そうです。39号まで行きました。すごいですね。こちらなんですが、今回あの野島さんとのコラボ、はい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 、もうすごい、まあ、マジック界で有名な野島さんね。野島さん、最近若手のクリエイター誰がすごいって言われたら、僕野島さんつったらシェルちゃんに、はい、若手じゃないって言われたけど、ね、年齢層がそれぞれね。そうです。違うんだね。はい、野島さん、あのマジオンという、ね、はい、マジックショップやられてますね。はいはいはい、はい、こちらの今回は、PK ダイスという、おお、え、できます？ちょっと練習してきたので、あ、見たい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 、ぜひぜひ。じゃあちょっと、じゃあ PK ダイス、はい、やらせていただきたいと思います。お願いします。お願いします。じゃあ、お願いします。それでは、じゃあ PK ダイス、楽しみ、やらせていただきたいと思います。はい、あのこちら、あの白と青と黄色と赤色のダイスがあります。ほいほいほい。プラス、封筒ですね。はいはいはい。封筒がございます。封筒だ。で、師匠、あの、まあ、どちらからでもいいので、ちょっと確認してもらってよろしいですか。え、別に何も仕掛けないですね。特に。はい。じゃこの仕掛けない封筒の中に、はい、一個ずつ、はい、ダイスを入れてって、はい、切ります。はい、まあ、こんな感じで横揺れで、横揺れでね、打っていきます。横揺れてなきゃいけないの。まずもう振っていただいて、この方がなんか混ざりそうじゃない。あ、そうです。そっちの方が混ざる。あ、そうか、混ざってるよ、本当に。いいの。で、大丈夫、大丈夫、はい、ありがとうございます。じゃあ僕は一応ちょっと買ってみます。ここからです。はい、じゃあ、あの僕見てないので、はい、誰か好きなダイスを一個選んでもらってもいいです。で、見てもいいの。見なくてもいいの。はい、取っちゃってください。どれでもいいの。どれでもいいです。見ないで撮っちゃってもいいの。はい、はい、いいよ。で、カメラに向けてください。あ、見てるの。はい、じゃあ僕も見えちゃうよ。あ、じゃあ僕見、はい、見えてる。はい、OK です。大丈夫ですか。握っときます。はい、じゃあここに入れてください。ここに。はい、戻しちゃっていいの。戻しちゃっていいの。はい、クロスも、はい、取ります。はい、ここまで僕見てない。はい、一緒に振っちゃってください。何本当にこれ、なんか混ざってる。大丈夫なの。大丈夫、大丈夫。あの、もしかしたら、もしかしたら白かもしれない、まあね、先ほど選んでもらった僕はね、大好き、はいはい、勝手に取ったんだからね。そうです。青かもしれない。青かもしれない。青かもしれない。黄色かもしれない。そうですね。僕も見ないってことだからね。かもしれない。かもしれないね。赤かもしれない。4分の1ですね。そうですね。ただ、はい、僕が、じゃあ、今から色当てます。はい。この色ですっていうのは、普通すぎますよ、ね。マジックでは。まあまあまあ、すごいけどね。なので、はい、不思議な顔。ほう。今、はい。はい。いきます。ワン、ツー。まっすぐですね。ワン、ツーの前に進みます。はいはいはい。おお、赤いダイスが当たりのカードという、当たりのダイスというカードって言っちゃいましたけど。いい。どうぞ。全然いい。なんもない。はい。ダイスという。うわ、ありがとうございます。
誰の作品ですか。じゃあ野島さんの野島です。そんなポーズしますっけ。絶対しないと。絶対しないです。頭いいね。すごい、すごいですね。ありがとうございます。よー、すごかったですね。いや、ありがとうございます。本当にありがとうございます。すごいですね、野島先輩頭いいね。いや、すごいですね。なんか絶対考え浮かばないようなネタをこうバンって出してくれたらすごい好きですね。 あと頭だけで考えてんじゃないんだろうなっていうのをクリエイターの人っていろいろあるんですけど、はい、やってみていじってみて発見するっていうタイプの人と、うん、あと論理的にこれこうだからこうだからってやる人と、あ、数理トリック的なそういう、その全てをね、全てをこれをこうしたらこうなるからこれをこの現象で使おうっていう人と、わかんないんだけどやってみたらそうなったよっていう、これってね、意外にすごい不思議なんですよね。ものが出来上がることがある。だけど偶然頼りなんで、あ、できる時とできない時とできない時とできない時があるからね。なかなかできないんですけど、できないんですけど、まあ、そういういろんなタイプがあるよっていうね。だって野島さん頭いいから両方やるんだよね。すごいですね。これなんかも絶対そうなると思ってやったんじゃないだろうなっていう。ある程度やったらカードが教えてくれるっていう、石田天海先生かな、はい、違うかな、バーノンかな、全然違うよね。全然違う。海外と日本みたいな。じゃあどっ名前はすごい人が、はい、すごい人が、うん、カードが教えてくれるって言ってね、カードいじ、それそういう意味なのかどうかわかんないですけど、はい、まあちょっと意味は本来の意味違うかもしれないけど、カードを持ってるとね、はい、実際カードがこういろいろ教えてくれるよってい いう本来の意味じゃないかもしれないけど、そんなのが名言があるんですけども、はい、そうやりながら新しいものを作っていくっていうパターンもね、あるんで、野島さんどっちもやるからね、すごいと思いますよ。確かになんかダイスもやるしカードもやるし、なんかいろいろ、でも皆さんが思いつかなかったねっていうところをやるから、はい、結構いじってんだろうね。いじりながら発見していくっていうことも相当やってらっしゃるんでしょうね。野島です。絶対そのポーズやらないですから。でも結構いろんなキャラやってすごいよね。すごい、キャラもすごいキャラやってるするじゃないですか。だからパフォーマンスもすごいしね。はい、ありがとうございました。お願いします。ありがとうございます。